あっぱれやってまーす。さあ始まりました、あっぱれやってます。木曜日担当、城島茂です。次長は城本です。井上です。河北真由子です。小島真子です。さてこの番組では毎週火曜日から木曜日までアイドル、芸人、ミュージシャンなどさまざまなジャンルのメンバーが90分間あっぱれな番組をお届けします。よろしくお願いします。お願いします。こんにちはですかね。こんにちは。こんばんはでしょうか。こんばんは。8月になりましたね。なりましたね。いつの間にか。なんか、どうしました。河北さんが今日、すごいナチュラルな。ねえ。なんか、いやもうみんな来てきた。部屋から出てきたみたいな。なんかね、さっき起きたの朝から起きてます。マグカップのコーヒーに合いそうやん、今。うん、そうそうそう。ねえ、みんな本当に失礼。すっぴんそんな違います？いや、普段と。なんか出前でパッとピザ持ってて、あ、ピンポーンって言ったら出てきた感じ、今。そうですね。全然嬉しくないです。朝から働いてます。稽古して、稽古。そうなんです。舞台の。稽古ですね。あら、はい、舞台の。そうなんです。どんな感じですか？もう辛すぎて。え？主役でしょ。そうなんです。2本やるんで、うん、舞台2本ですからね。舞台2本ってどういうことなんですか？2つやってる。2つを違う舞台を1つの期間でやるんですけど。それは同じ劇場で？同じ劇場でです。あ、1公演だけ大阪でやります。ぜひ来てくださいね。あ、そうなんや、うん、大変ですよね、それだったら。いや、初舞台なんですよ。初舞台で2本やるんでしょ、いきなり。すごい。どうなってんの、オスカ。いや、もうどうなってんの、オスカ。ほんと聞きたいですよ。いや、それ1日で違うやつを2本やるの？いや、違います。一応、前半の1週間が1本で、後半の1週間が2本目なんですけど、一応、間に1日だけ休みがありますけど。うん、全然内容は別物なの？全く違いますね。はぁ？すごいなぁ。それは大変やなぁ。新幕末純情伝っていう作品と、広島に原爆を落とす日という作品なんですけども、全然違う。時代がもう違うね。そうです、そうです、そうです。で、一個はもう本当に男役で、もう一つはもうすごい女。でもシリアスやん、ちょっと。タイトルだけ聞くと。そうですね。広島の方は結構重いですね、内容は。うん。なんかよくが、映画でも、邦画でもなんかたまにやってますけど、まずは、一本やって、はい、2週間ぐらいやって、それの続編みたいな感じでなんかやるパターンあるじゃないですか。ちょっと置いて、はい、で同じ物語やったらね。そうなんですよね。まだなんかキャラ引きずってできる。普通そうですけどね。うん、この期間に、短い期間に2本やるやったら。いや、おかしいんですよ。しかもなんかその2本とも一応主役なんですけど、その相手役は男性の方いるんですけど、うんうん、2本とも違う人なんですよ。うんうん、なんで真由子だけ一緒っていう。キャストはキャストは、真由子とその主役の男の人2人以外はみんな一緒です。うん、ああ、なるほど。はい、そっかそっか。じゃあ一番主役っていうのはやっぱり相手役とかもセリフ多いじゃないですか。はい。重要でね。膨大な量でまた違う、内容の違うやつ2本ですから。それで初舞台。あ、そらちょっと寝起きみたいになるわ、そら。でも寝起きみたいになっていませんからやめてください。当日はやめてね。当日はちゃんとメイクもしますし。シャワー浴びてくる？じゃあ、ね、シャワーは浴びてますよ。マサルあるよ。着てる服も、何ですか？男もん借りたんかいっていうシャツみたいな感じなんですよ。お前ちょ、それ着とけ。ピザ出前来てるからお前取ってくれや。上着るもんないの？あんた、みたいな。ね、これでいいみたいな。こんなボロカス言われるんですか？ボロカス。ボロカスじゃないよ。普通のこと言ってる。結構ええ感じの方や。でも初舞台って皆さん覚えてます？初舞台ね。初舞台。でもお芝居系じゃないですよね。だからコントってことですよね。オーディションだね。オーディション。はい。ゴングショー。ゴングショーです。はい。どんな感じだったんですか、それは。流れ作業のようにこう出て行ってみたいな。はい。で、まあ、審査員いて、見てて。3分かな、うん、3分のネタを披露していってみたいな。で、じゃあ初めての単独は覚えてます？初めての単独。覚えてないものなんですね。うん。忘れるね。でもその初舞台、3分のって、やっぱ緊張しました？まあ緊張、なんすかね、もうあっちゅう間に終わりすぎて、何のことやら。
だから3分間ネタを全部できれば合格なわけです。はい、ああ、なるほどね。で、その間審査員がいて、その、金鳴らすわけですよ。あの、滑ったり、あかんかったら。かなり早かったですよね。だから出てって。出て行って、挨拶して、さあやろうかでも落ちてたような気がする。ぐらい早い。イメージ的に言うと。イメージ的には。じゃあもう緊張も何もないですね。ないね、ほんまに。終わってから緊張したみたいな。はあ。え、それいつの話ですか？20年前ですね。そうですね。どこですか、場所？二丁目劇場です。はあ。もうないですけど、今は。はい、え、それは番組なんですか？番組的に。舞台。舞台に出るためのゴング賞、うん、それを5回勝ち抜かなきゃ。5回勝ち抜くと、一番下のランクのエリアの舞台に出る。本舞台出れる。やっと。そっから2個上ぐらいあるみたいな。まだ。それ審査する方はどういう方なんですか？作家さんとか。そうですね。じゃあお客さんがどうのっていうよりも、本当に。あ、お客さんが押すじゃないです。そのゴング賞は、あの、作家さんとか。だから別に客入れて見せてるわけじゃなく。あ、じゃなくと関係者用の。そうそう。だからもう、どこでどうなってるのかわからないんですよ。でって言ったら終わりですもん、ね。次、ま。お客さんはいますよ。お客さんはいます。お客さんはいるけど、お客さんは何も。言えない、何も。だからまあ、たまにお客さん受けてるけど、でんで出てて落ちた人も、それはもちろんいるし、みたいな。そういうやつなんですね。はい。で、後から聞きに行けるっていうタイムがあるんですよ。なぜあかんかったか。なぜここが。それが長蛇の列というか、こう。それ聞きました。なんでって。いや、もう最初は行きましたけど、途中からもう行かなかったですね。落ちたら、どうせ落ちてるんだから。もう聞いてもしゃあないみたいになりましたよね。いっちゃん最初はやっぱ聞きました。聞いたような気しますね。なんで落ちたか。何でもくそも、まあ、おもろな方から落ちたんでしょうけどね。どんなネタやったんですか、その。何やったかな。まあ、でも、その時、まだ全然ネタの作りとかもあんま、よう分かってないから、もう、替え歌をショートコントにしてみたいなやつとか。やってください。20年前ですね。20覚えてないか。ね、なんかあったね。アンパンマンの、ネタみたいな。まあ、それは受かったね。それは最後に受かって。それは受かったみたいなんですよ。アンパンマン。アンパンマン。アンパンマン、アンパンマンショーみたいなんで、僕がアンパンマンショーの最初のお姉さんみたいなんで出てって、で、アンパンマンで出てくるんですけど、その紙袋をかぶってただけで、目とかちぎって、で、出てきて。茶色い紙袋で。気持ち悪い気持ち悪いみたいな、その、アンパンマンがおかしみたいになって、で、ちょっと怖いみたいなんで、指摘してみたいな。何やねんそれみたいな。何やねんって怒ってる最中に紙袋ずっとゆっくりずらして、もうずらすなみたいな。ちゃんとこっち向けみたいな感じでやったりとかして。で、いるみたいな。紙袋ちぎっているってやったんですか、うん、食えるかみたいな。アンパンマンだけどね。なんかそんな。なるほどね。面白いじゃん。だから受かったって。それは受かった。ちょかちょか受かってないやつが知りたいな。受かってないやつ。受かってないやつはもうだから記憶から消えてるんやろな、だから。だって恥ずかしい過去は自分からちょっと一回消さへん。もう自分が思い出したくもないから。パカーンって。なるほどね。滑ったとか噛んだとか芝居とかで。だから緊張とかじゃなかったね。うん。俺らは3分だから。3分ね。小島子ちゃんは初舞台は？もう最近でしょ、だって。2年前ですね。7月9日がデビュー日で、ついこの前の2年前なんで。うん、何したの？でもめちゃくちゃ、あの劇場で、秋葉原の劇場でデビューして。めっちゃ緊張しました。それ何曲歌ったんそれ？1曲です。あ、1曲だけなん、初舞台は。はい、なんか、はい、同じ同期の子と4人で4人でやったの？出て4人だけで、はい、挨拶すんの？挨拶してお披露目会みたいな、はい、どうもーみたいな一言、なんかあるやんな、キャッチフレーズみたいなないな。そうそう、うん、いや、もうその時は名前言って、木と名前言って、うん、すぐ曲やってはけて。あ、それからなの、キャッチコピーみたいなのは。うん、そうですね。小島子ちゃんのキャッチコピー何？私ないんですよ。ええ？はい、何とか何とかの。何とか何とかです。ないんです。全員あるやん。いや、人によるんですけど。ああいうのって誰考えてんの？自分か、それかなんかファンの方とかに募集して考えてもらったり、あと雑誌のなんか企画で。お便り募集したりするんですけど。ちょっとそれ考えたいですね。ね、考えましょうよ。あの、お客さんとのやりとりをする人もいるじゃん。ああ、それやりたいんですよね。なんか、じゃあ、ちょっと練習してみよう。例えば、どんなの？なんだろう、何が。小島真子でしょ、うん、はい。で、小島子って言われてるんだよね。はい。で、なんかそれでみんな、名前でかけたりするよね。なんか、ごめん、あの、有名なやつって何？まあ、眉ゆるのやつはどうなの？あ、みんなの目線をいただき、眉ゆ。え？はい。
そんなさ、そんなに冷めたらダメなの。みんなのいただきまゆ、それで終わりわーですね。はい、それでごめんなさい。はい、じゃないです。もう終わりなんですよ。募集したいです。じゃあ、いただきますっていうのと、そこに、まゆゆを入れて、みたいな。あ、まゆこもそれ使える、まゆこだと。確かに。みんなのメッセージ、いただきまゆゆとか言ったらみんな。まゆこです。名前変えちゃダメですよ。みんなのメッセージ、いただきまゆこ。いやいや、ゲボでしょ。まゆこって。そんな言っちゃダメです。いやいや、まゆこがって。僕よりひどいです、今。いやいや、ゲボでしょ。言ったらですよ、まゆゆちゃんが言ったらめっちゃ可愛いんですけど、まゆこが言ったらみんなはぁってなると思います。だみんなの解雇を私にまゆこみたいなことですか。まゆとかけて解雇のみんなの解雇がないんですよ。まずみんなの解雇それぞれ持ってないんですよ。そうそうなんじゃないです。見たことないでしょ。それカバンに入ってないでしょ。みんなみんなの解雇富岡まゆこ政治上と全部合わせる。富岡じゃないです。そもそももう名字変わってるからね。そうですね。考えましょう。彼女の考えてもしょうがないですよ。そうだ、そうだよ。お前が入ってくる。川北甲子園とかね。いや、やめてください。ちょっと真由子の時間じゃないんで、ほんとごめんなさい、なんか。川北甲子園、うーん。やんない、やんない、やんない。面白い。いや、じゃあ、ラジオで募集すればいいじゃん。そうしたいです。あいうえお作文じゃないですか。ぜひ。小島真子作文とか。お願いします。とか、ね、なんか。なんかあるやん。あさって、あささって、しあさって、しあさって。あ、山本さやかさんとかは、なんか、さやか、ささやか、さやか、さやか、ささっと優しさ、さやか、さやか、みたいな。ああ、すごい。小島まっこでしょ。私、名前にかけるのが難しいんですよ。でも、小島っ子やから。小島っ子。小島っ子。小島っ子。家電量販店でもあるし、なんか。小島っ子。小島っ子。っていう。あ、いいねいいね、それ。え、それ面白くない？こうは何ですか。あ、そっから江戸から、そっちですか。何それ。古くない？懐かしいんだけど。それからこって作るか。小島こって小島こ。あと小島こっていう湖があります。あー、小島こ。そうなんや。小島こっていう湖があるみたい。小島まこ。小島こ。小島こ。みんな爽やかだったり可愛かったりするから、もっと重々しいメッセージとか添えてほしいなと思う。客がうおーってなる。それぞ重々しいメッセージを、うーん、聖書に載ってるような文字を引用したり、重々しいやつ欲しいけどな、俺。まこ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 まっこり。あ、まっこり。まっこりが男性もっこり、小島はまっこり。マッコリって何ってなる。男性はモッコリ、小島はマッコリ。これどうですか。だ男性陣やるよ、全員ファンの子が。え、何をやるんですか。モッコリとかっていう。やだ。え、何ですか。あ、え。もう知らぬ存ぜぬはやめましょう。やめましょう。じゃあもう。はがきお便り募集します。俺らに頼んのやめた。なんかね、来たらいいね。そうですね、募集しましょう。あと私も9月に舞台やるので、ぜひ。え、初舞台です。あ、そうなんや。はい、なんかでもこれは AKB の49っていう漫画があって、それを原作元にしたミュージカルがあって。原作を元にやるので、ぜひお願いします。何ぐらいでやるの。でも結構あのメンバー役の子とか、はい、 AKB が出ます。何十人レベルは。でも私もまだその主役とヒロインと、はい、あとその結構登場人物で結構出てくる3人しかまだ出るメンバー知らなくて、だからどういう風になるのかまだ何も分からず。なるほど。なので楽しみです。はい、ぜひ頑張ってね。はい、お願いします。普通のお便り来てまして、はいはい、ペンネームテルル、ヤルムクの皆さんこんばんは。こんばんは。皆さんお忘れではないですか。リーダーの24時間マラソン本番まであと1ヶ月を切りましたよ。
以前この番組で何かの形で応援しようみたいな話をしてましたよね。言えてないですよ。あんまりこんな機会ないんだし、なんかやってください。ぜひお願いいたしますというようなことでございまして、まあせっかくですから、なんかもうこのまずこのメンバーでリーダーをなんとかこう応援できないかといろいろ考えまして、ちょっとこちらの方をちょっとご用意させていただいたんですけども、ちょっと持ってきていただいてよろしいでしょうか。スタッフ。関係者一同ですね、皆さんで頑張ってですね、こういうものを作らせていただきまして、お、すごい、パレやってます、 MBS1179 頑張れ城島という横断幕作らせていただきまして、はい、しかしここにはですね、まだ頑張れ城島リーダー、いわゆるリーダー頑張れよしか書いてないわけであって、ここにこの空いてるスペースにみんなで寄せ書きして、ぜひ横断幕を完成させようじゃないかというようなことでございまして、これをね見てほしいですね、走ってる時に、はいはい、ぜひぜひ。わ、ありがとうございます。誰がそれ、これやるんですか。これもスタッフ並びにこの番組のメンバーですよね、何キロ先かで順番に、まゆこちゃんを皮切りに、はい、すごいすごい、いや、これ嬉しいですね。書きに行くよ。まあこれリスナーにも募集しましょう。リスナーの方にも募集して、メッセージどういうことを書いていただきたいか募集しまして、MBS に置いとけばいいってことですか、これは。いや、お寄せください。あの、何を書いてほしいか、メッセージを、それをあのこちらの方に代筆してやりますんで、熱い応援メッセージお寄せください。宛先の方ですけども、やるもくアットマーク MBS1179.com、 やるもくアットマーク MBS1179.com までよろしくお願いいたします。お願いします。さあ、番組、我々のメンバーもそちらの小田幕に順番に書いていきましょう。甲子園がね、すごい張り切って、うん、そうなんですね。甲子園、ほんなら甲子園から書け。甲子園、甲子園、はい、書いてよ。書きなさい。順番に書いていこう、ほんなら。なんて書こうか。で、ここメス曲は、じゃあここで、じゃあ、はい、行きましょうか。はい、一曲聴いてください。はい、現在発売中、時は20周年記念アルバム、ハートの中から、空船。さあ、CM 中もですね、どん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 メンバーの皆さんがリーダーのためにですね、横断幕に書いてますけど、ありがとうございます。小島子ちゃん今書いてくれてますけども。はい。ちょっとメッセージちょっと書いてきますね、僕も。はい、行ってらっしゃい。お願いします。小島子がね、はい、黄色で書いてますからね。ちょっと見づらい。ちょっと見づらいかもしれない。だいぶ見づらいですよね。黄色って見づらいですよね。聞いてったら見えへんって。うん。風呂でなぞらない。ていうか、今ここの時点で全然見えないから。こっから見えてないんですよね。あ、ほんまに全然見えへんな。ほんとだ。ほんとだって。これはもう、ちょっと、危険できないですね。これはもうリーダー、これはもう。リタイアはできない。やってく、やり遂げてくださいね、これは。いやいやいや。ここからさらに募集して増えるわけですから。そうですよね。はい。みんなの思いがここに乗っかるわけですよ。ありがとうございます。結構練習してるんですか、今。今日もやってきた。つら。もうどんどん日焼けしていってますもんね。あ、これ、ダッシュ島で、無人島でロケ。ロケやってて。逃げ場ないから、無人島は。持ち上げますよ。真っ黒ですもんね。え、日焼け止めはつけたの？日焼け止めもそんなに言ってられへん、汗かくから。トレーニングの時も汗すごいから、塗っても意味ないし。でも健康的ですね、すっごい。もう、大変ですけどね。さあ、というわけで、横断幕、まずメンバーの皆さんが全員書き込みましたんで。ありがたいです。もう、ぜひともリーダーには頑張っていただきたい。こちらでございます。あ、可愛い。色鮮やかでね、緑と、緑とピンクと青だけでいいですか？書いてるの。黄色もありますよ。どこですか？黄色。一番右に。右側。あ、ありがとうございます。ちょっと見えないですけどね。ちょっと見えづらいですか？大丈夫です。口取りしときましょうね。あ、そうします。はい。おしゃれ。はい。みんないいこと書いてますね。今日はね。いやいやいや。そうじゃ、あの、一番左ちょっとずつモーシン、ゴールしたらビール飲もうね。これはタンメンって書いてますから。はい。ですよね。はい、これはですよね。はいはい。で、次、その横赤で、グッドラック、ベストウィッシュって書いて、これ、まあよって書いてるから、まあちゃんね。はい、いい言葉ですよね。うん、グッドラック、ベストウィッシュ。その横、ラックグッド、ウィッシュズベスト。これ僕ですね、これ。逆もリーダー、逆も言えるんですよ、逆もあるんですか、これ。ないですね。逆もしかりということですね。その英語の統治法みたいなないでしょ、グッドラックなんて、ラックグッド。おかしいから。聞いたことないです、そんなに。ウィッシュズベストって逆なんですよ。で、小島子ちゃんが我らがリーダーファイトですって書いてくれてます。はい。ありがとうございます。この横断幕はどちらでこうリーダーがこう、探せれるんこの。なんかこう目に入るこうコースがまだわかんないですもんね。わかんないですね。とりあえず、246取りますか？
多分通れないですか。だからあの武道館の、武道館って看板あるじゃないですか、はいはい、あそこに貼っとくってどうですか。すごいいい宣伝になる。怒られますね。めちゃめちゃ怒られる。武道館あらへん、武道館あらへん。武道館がなくなってるみたいな。武道館に MBS あったらめっちゃ怒られる。めっちゃ怒られるの。これちょっとホームページに写真アップできます。皆さん見れるように。あ、もちろんです。後日番組のホームページでアップしますので。いや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 、いや、もうたまたま僕自分の息子とスーパーから出てきたら、はいはい、当時あの金ちゃんが走ってたんですよ、はい、でちょうど走ってきたんですよ金ちゃんが。もうあ、そのマラソンの本番の時ですか、ま、はいはい、あれもだから都内でもうこんなとこ通るんやっていうようなとこをやったんで、あ、まあ、大きな道路のとこですけど。じゃそこのスーパーに貼ればいいんだよ。いやいや、だから毎回そこじゃないよ。毎年そこ通るわけじゃないから。だって店内に入ってくるわけじゃないでしょ。金ちゃん入る、うん、なんとかね、リーダーにこう、そうですね、分かっていただけるような場所にね、あの、出せればいいんですけど。で終わって、うん、どこのどのタイミングでいましたかってちゃんと私たちの見たかどうかを確認して。あ、なるほど、リーダーね。答え合わせを。確かに。実は我々はここにいましたが、リーダー分かりましたかっていうような。うんうん、あ、クイズですか。クイズね。いや、もうめっちゃ走ってしんどいのに。そうです、そうです。いやいや、でも応援がね届かないと。そうそうそう、ね、クイズ横断幕を探せっていうやつをちょっと減らせていただきますので。、はい、MBS の恒例ですけども。いいですね。それどころじゃないと思うね。ほんまそれどこじゃないよね。嬉しいやろうな、絶対。こっからもどんどんあのメッセージをお寄せいたします、はい、はい、お願いします。お願いします。お願いします。さあ、というわけで、じゃあ次、続いてのコーナー参りたいと思います。続いてアッパレデイズのコーナー。アッパレパレ、絶対口ずさぐるね。そう、好きな。さあ、このコーナーはリスナーの方が周りで起こった出来事や友人知人家族とのエピソードでこれはアッパレだというのをメールで送ってもらうコーナーでございます、はい、紹介したメールのアッパレ度合いでポイント差し上げます。そしてそのアッパレポイント貯まりましたら番組特製オリジナルグッズプレゼントいたします。アッパレポイントは0から3でつけていただきたいと思います。今日はもうあげよう。ぜひともちょっとアッパレと言っていただきたいです ね、もう8月だし夏休み期間ですからね、ちょっと大盤振る舞いで行きたいですけども、宝塚市のペンネームダイヤモンドルーシー、ギャラ幕の皆さんこんばんは。こんばんは。先日阪神競馬場で開催された宝塚記念を見に行きました、うん、はい、そうですよ、城島さんと松岡さんがプレゼンターとして来られていたからですよ。当日トキオライブペアチケットが当たる抽選会があったのですよ、そしてなんと私、なんと信じられないことにトキオライブチケットをゲットしましたのですよ。え、あ、そうなんですか。はい、すごい。川北さんがいつも嘘だよっていうので画像を添付いたします。よく見てほしいのですよという。あ、すごいですね。宝塚記念リーダーと松岡さんが行かれたんですか。え、これはすごい。だってうん、時代賞が5つ5人にしか当たらないのに当たったってことですよ。そうそう、5人のうちのその1人。すごーい。すごい。でもトークラブ5人ぐらいしか来てなかったですよ。嘘つけ。え、 100% だろ。嘘つけ。100% 全員当たるってことですよ。ほんまにショックやわ。リーダーと松岡さん来てて5人しかない。でもそうですね。それはすごい。おめでとうございます。素晴らしい。あっぱれ。これはあっぱれだ。あっぱれだと思います。ねえ。素晴らしい。大阪の結構たくさんの人が来たから。あっぱれだし、ちゃんと証拠があるので。あなたがいつも嘘だよって言うからですよ、最近。だってみんななんかすごい、なんかね。あっぱれ星さんに、そうそうそう、嘘つく人がいるから。これはでも本当ですよ。ね、これはすごいですね、はい、うん。ダイヤモンドルーシーさん、すごいわ。リアル証拠。やったやった。わ、これはリーダーいかがだもんでしょう。いや、これはもう見事じゃないですか。お見事。普通にあのファンの方でファンネタで当たりましたとかね、はい、言うと分かるけど、ね、このラジオにこう お便り送ってくれてますからね、はいはい、実際にね。あ、大阪でやるんですね。10月にやります。10月19日。それのチケットですね。チケットですね、はい、これはあっぱれだと思うんですけどもな、私。それ TOKIO って書いてますよね。AKB って書いてないですよ。書いてないわ。TOKIO なんて。逆になんで当たるんですか。それだったらおかしい。全部英語なんでちょっとわからないですけど。AKB のチケットなことないです、はい。いや、これはすごいです。はい。これは、いや、何部行きましょう。これはもう単純に、サンアパレで僕は行きたいんですけど。ありがとうございます。はい。これすごいですよ。ありがとうございます。いただきます。サンパレでいいでしょうか。はい、いいです。いいんですか。いいです。いいです。マックスですから。マックスですよ。マックスです。いや、ミスクレーマーに切るんです。いや、ミスクレーマーはもう大丈夫。フラットでいいんじゃないですか。嘘です。倒れちゃう。嘘嘘嘘。サンパレでいいですね。はい、サンパレでいいですよ。おめでとうございます。すごいです。さあ、続いて、愛媛県ペンネーム、ひょろ長亭猫背。
ヤルモクの皆さんこんばんは。こんばんは。いつも楽しいトークありがとうございます。早速ですが、あっぱれな話を聞いてください。今やすっかりヤルモクの定番となったご飯ですよ。うん、ピーピングライフといわいうゆるいアニメと桃屋さんがコラボしたご縁ですよというアニメがあるんです。へー。男女のマッチングはご飯のマッチングからという副題で、主人公の白飯くんと桃屋さんの商品名がついた女の子、キムチの元子ちゃんやザーサイちゃん、ご飯ですよさんが織りなすほかほかのショートアニメなんですが、これの DVD になんとご飯ですよの 100g が付録としてついてくるんです。僕は店頭で見かけて全くもって手に取りませんでしたが、これってやるもく的にあっぱれではないでしょうか。ただ登場人物の紹介のところの刻みニンニクちゃんの名前が、はい、刻みニンニクちゃんになってしまってるので徒歩です。桃屋さん、小路夫人に見つかる前に直してくださいとのこと。こんなアニメあるんですね。そうなんですね。ケール面白い。だそのご飯ですよ流行ってますけど、一回もここで見てないんですよね。そうなんですよ。確かに。いつもこのラジオで、あ、今度ちょっとスーパー行ったら買おうと思って、はい、いつも忘れるんですよ。なぜですよ。なぜですよ。なぜですよ。知らないんですよ。なぜですよ。家にはありますけど、常備。ご飯ですよ。ご飯ですよ。ないんですよ。あるんですよ。ないんですね。食べたことないんですよ。食べたことないんですよ。ないんですよ。だからいつも言ってるんですよね。送ってくださいですよ。相当うまいんですよ、あれ。うまいんですよ。この、こういうチップスターにつけて食べてもらいます。あ、いいです。ちょっと、いやね、じゃあ用意してくださいですよ。靴の色が剥げた時とかこう塗って、ああ塗ってね、靴ずみちゃうこするといいんですよ。コンビニすぐ近くにコンビニがありますよね、そこにご飯ですよありますけどね、普通にね、佐藤のご飯と、そう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 、ご飯です。あ、大和今日来てないんだ。うーん、ちょっと神津さんいらっしゃいます。いや、神津さんにパシらすよおいって言われるおい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 ね、ご飯ですよ。あれ、小泉さん、髪切ったかな、小泉さん。あれ、あ、小泉さん、髪切りましたね。切りました。ちょっと切りましたね。切ったんですよ。切ったんですよ。どうですか、ちょっと、ご試食したいですよね。食べたいですよ。ご飯食べてないから、僕食べたいんですよ。うん。ああ、じゃあ、ちょっと、佐藤のご飯とご飯ですよ。ちょっと。あるんですか。で、コンビニなかったとしても、少し行ったところに、あの、ドン・キホーテとかありますんで。ああ。小泉さん、そこの。なんで小泉さんおい、おい、おい、どうすんだこれ、温めんのかこれ。行っちゃったよ、行っちゃった。あ、痛い。温めてないよ、おい、って言われる。ただこれ、リーダー、このアニメ。アニメはちょっと気になりますね。見たことありますか？ないです。白飯くんと、キムチの元子ちゃんっていう。キムチの元子ちゃんね。なんかいろいろ資料があればいいんですけども、あ、こちらに。はいはい。あ、プリントアウトしたやつが。え、ちょっと待ってください。もっと、なんていうんですか、はい、アニメなんで、可愛らしい、なんていうんですか、イメージがね、アンパンマンじゃないけど。じゃなく、普通の男女が織りなす、何か、なんか、本気の、これ。普通の人間やん。本気の、なんか人間交差点みたいな。ねえ。島工作じゃないですよね。ねえ、なんか、普通の、あ、すごい、なんか、普通に、普通の、第9話、リベンジ、ラー油ちゃんの場合みたいなリベンジラー油ちゃん、うん、の場合、なんかその場合バージョンなんですかね、全部が。へえ、そういうのあるんですね。これにご飯ですよがおまけでついてる。 100g の付録付きでございます。ご飯ですよ。え、これは値段とか書いてないですけど売ってるんですかね。 DVD ですからね、これ売ってるんですよね。なんかプレゼント的なことでもなく。え、じゃあ 100g のご飯ですよだけ、だけ払ったらついてくる感じですか、ただで。あ、違う。いや、ただこれグッズはいいんですよ。僕ご飯ですよ食べたいんですよ。さね、DVD 買ったら付録についてくるっていうご飯ですよ、じゃあ DVD 代ってことは2000円とかですか。そうです、ご飯ですよが、うん、ちょっとこれ見てみたいな。ちょっと気になりますね。ねえ、ね、どうですか。あ、でも、あの、刻みのりちゃんは、刻みにんにくちゃん。そんな人はいません。あれ？あ、はい、刻みにんにくちゃん。そうそう、刻みにんにくちゃんは、本当は刻みにんにくなんですか？うん。刻みにんにくちゃんの名前が刻みにんにくちゃんになってるんだと。それは失敗しましたね。そうですね、小路夫人。いや、そんな失敗しないでしょ。しないですよね。うん、どういうことですか？だからわざとなんじゃない？え？わざとしてるの？かまってちゃん。
かまってちゃん何それかまってどういうことですか何ですかかまってちゃんかまってちゃんって何、うん、どういうことでしょうか、ね、嘘はついてるんですか嘘はついてないですうん刻みニンニクちゃんなのか、うん、本当に刻みニンニクちゃんにあえてしたのかがちょっとよく分かんないんです、うん、分からないんですね刻みニンニクってあったんですね刻み生姜とかはい刻みそうですね刻みニンニク知らなかったです僕え味にいやなんか、うん、商品として商品あ明日の商品買いでよかったそうそう知らなかったはい刻みニンニクほらあ刻みあ刻みニンニクちゃんになってる本当だあ、本当だ。刻みニンニクはうまそうですね。これ、これご飯にかけるの？もちろん。ザーサイ、やわらぎちゃんってなんですか？やわらぎ、やわらぎです。これは何なの？餃子に入れたりするの？あ、メンマね。美味しそう。刻みニンニク。いやいや、ご飯にもちろんかけてうまいし、ご飯のお供っていうようなものが売りですから、すべてご飯、あったかいご飯にかけて食べてうまいです。まず商品。メンマのやつの商品名、やわらぎって言うんですか？やわらぎもうち常に常備してます。知らなかった僕、多分メンマやと思ってたら、やわらぎっていう、はい、ネーミングなんですか、ね、まあ、いわゆるメンマですけど、ね。これ昔からあるやつですよね。ありますけど。だって、で、私たちの大好きなご飯ですよが、うん、第3話です。と、ご飯ですよ。3の場合。3の場合。うん。やわらぎちゃんもあるし、あと梅のご飯ですよ。もう梅味のご飯ですよ。ありますしね。ご飯ですよさんのキャラクターは、うん、彼女にするよりお嫁さんにしたくなる包容力の持ち主で、その母性本能ゆえに、うん、ダメ男メーカーとなっているっていうキャラですね。キャラ設定になって。なるほど。あ、ダネンズなんだ。結構そういうことか。うーん、設定、キャラ設定もちゃんとね、身につけてて。ラー油ちゃんの場合はド S に見えて意外と S じゃない、でもやっぱりド S っていうか、あ、うん、なんかちょっと辛いからどれがいいきついというイメージあるけど、ね、でもこの食べるラー油もすっごい流行りましたよね。流行ったな。2年前ぐらいに桃屋さんのね、だってもう売り切れ、そうそうそう、桃屋さん、我々柴田理恵さんから、そうね、自分は自家製のやつもらってましたから、自家製のやつをもらってやりました。ほんまに。さあ、どうでしょう、これは。どういう DVD がない、なかなか DVD は知らなかったですから、そのこれどうですか、情報という点でアッパレをくださいってこと、はい、そうですね、うん、ただ刻みがギザミになってる部分は途方ですがっていうのは添えてますけども、総合してどうでしょうか、これは。これどうでしょう、小池夫人。でも、コジ夫人に聞くやつ違うよね。コジ夫人にも一応、ね、はい、夫人にも一応。刻みがギザミになってるのはちょっと真相気になりますけど、うん、でも教えてくれたのは誰も知らなかったし、知らなかったですね。いいと思います。どれぐらいいきますか。じゃあ一アッパレで。お、アッパレ。はい、ありがとうございます。初めてじゃないですかね、一、はい、アッパレ。なんか素直にアッパレを出したのは、はい、初ですよ、多分。そういう面もあるんじゃないですか、夫人。そんなことないですよ。だから離れないんですよ、お客さんが。もう、うん、うまいね。たまに触れるから、飴を。何ですか、そんな計算してんの。そう、それ甘い。ないですよ。甘く感じるより、普通の飴だけど。ないです、はい、普通の飴なんですけどね。砂糖あんまり入ってんの。入ってないやつ。それがそもそもひどいから。さあ、続いていきましょう。大阪市ペンネーム、川さんの筋肉、やたらうごめく招き猫。うん、ヤルモクの皆さん、こんばんは。こんばんは。最近とても暑いので、お昼に練乳ミルクアイスバーを6本食べました。どんなやつ？練乳ミルクアイスバー。この丸くて、あ、ありますね。真っ白な。昔からあるやつですか？ミルクバー。箱に入って、何本かセットのやつ、そうそう、袋に、あの、別に入れて。あ、そうする。あ、はい、はい。どこ言ってんの？あずきバージョンもある、ね。あずきバージョンとか。え、それの練乳バージョン、え、上が練乳だけの、あのね、下じゃない、上の一番最初の一口のところがトロってしてて、うん、あとはずっとこう普通のアイスバーになってるやつがあるんですよ。ほら、もう何かひらめいて、もう諦めたよ。顔がみるみる変わってったよ今。すごい美味しい。私、うん、違うの、あの小豆バーあるじゃないですか、うん、私上しか食べないんですよ。だからこの、うん、小豆バーバージョンは上がトロトロでしょ、うん、ああ、で、あのトロトロのところしか食べないんですよ。だからトロトロバージョンの1本分があればいいなと思ってた。あるんだ。いや、ないんですよ。え、何？それの小豆の練乳、うん、あ、ミルクバージョン、下が、うん、だから、うん、小豆と量は変わらないんで、上はちょっとだけ練乳分、てっぺんは。で、その下は何なの？ミルク、アイスバー、ミルクの白いやつだから。
でも、小豆じゃない。ちょっと読ませてもらっていいかな、最後まで。うん、怖い怖い怖い。ごめんなさい、ごめんなさい。そういうやつがあるんです。また後で説明します。はい、わかりました。で、写真も出します。はい、わかりました。とても満足した後、十分に寝て、6本食べた後ですね、はい。十分に寝て、夜のお弁当屋さんのアルバイトに行きました。はい、8時間のバイト中、僕は15回トイレに行きました。あ、どういうこと？お腹壊してた。はい、昼間にアイスを食べすぎてお腹を壊していたのです。ですが、15回も行く？バイトはしっかりこなしました。あっぱれポイント、もしくは練乳ポイントください。練乳ポイント。いや、もしくはじゃなくて、練乳ポイントでよくない。すごい。どうですか。15回も行けるもんなの？いや、ほんまにお腹壊したらそうなっちゃいます。あ、やっぱそうなるんですか。僕あんま壊さないんで。あ、そっかそっか。もう、さっき言ったのに、流して、ズボン履こうか思った瞬間に、あ、もうやっぱ出られへんとか、ね、ひどい時ってそうなって、ね。催しちゃうんですね。そうそうそう。ローンで払っちゃうんだ。ローンでも。リーダーも、あれ、前お話しした時、何本食ってましたっけ、アイス。僕はやっと、中学校の時に。いや、あれ嘘話でしょ。いや、リーダーじゃなかったもん。あれ、あの時俺僕、6本。6本ですよね。当たって。彼も6本ですから、6本となるとかなり。僕もその時1週間お腹壊したんですよ。その後。本当に。じゃあもう週間、約1週間のレベルじゃないですよね。じゃあ6本はもう、いや、だから、もう無理なんだ。なんか都市伝説でしょうけど、アイスキャンディー6本説って聞いたことないですか？ちょっと待って、ちょっと待って。何やねん。そんなミステリアスなことちゃうやろ。信じるか信じないかはってやつですね。信じへんわ。アイスバー六本説ってなんだよ。本当にそういう説があんだけど。僕もお腹壊しました、確かに。だから彼の気持ちよう分かる。わかる、15回で。バイトじゃないですか、しかも大変ですよ。ねえ。おそらく店長でもないだろうし、アルバイトですから、だから。ちょっと目を盗んですいません言いながらでも8時間ちゃんとバイトもして、そんなに6本も食うぐらいうまいんだ、その練乳ミルクアイスバーっていうのが食べたい。確かに、あとそんだけ暑かったんでしょうね。ああ、壊れてたりとか、あれって箱入りでなんか6本入りとか8本入りとかじゃなかった、6本とか、いや、なんかですね、箱のやつはね。俺それ知らんねんな。そうね、どこで売ってんの、食べたいんだけど。なんかスーパーで売ってるけどね。あ、すごい。1,2,3,4,5,6、あ、7本入りか。ちょっとミス。え、半分練乳じゃん。あ、これ有名なやつだ。ミス見せて。あ、これは半分やな。え、こんなん売ってる？どこに売ってんの、こんなの。欲しい、これ。どこに売ってんの？これ知ってます？あ、僕それ知らないですわ。これ知らないでしょ？思ってたやつと違う。あ、多分ね、これまた違うやつやわ。練乳氷バーと、練乳ミルクアイスバーっていうのはまた違うな。あの丸くて、円柱になってるやつ。これ今売ってないでしょ、うん、これ。どこで売ってんの？これ売ってないよ、多分。え、これ今売ってます？ちょっと調べていいですかね。なんでいつも聞くの？これさ、スーパーでもあんま見ないですね。僕はこれ見たことないですね。でも、どっかで見た記憶はあるんですけど、この感じは。うんうん、なんかね。でも、まんま知らないですね、僕これ。売ってるみたいですよ、練乳氷バー。はい。しかも練乳氷バーの小豆バージョン、いちごバージョンもあります。美味しそう。え、だからこれは見たことあるでしょ？カップになってるも、うん。都内の、あ、そうそうそう。だから、都内のスーパーに売ってるんですか、これ。ちょっとこれと言われても、わからないんですよ。練乳氷バー。わからないんですよ。ミス。ちょっと、で、お腹を壊したってお便りでしたっけ？ 15 回です。まあ、8時間バイトしっかりやった私に、あっぱれポイント、もしくは練乳ポイントをいただきたい。どうします？これは、でも練乳6個も入れてますからね。これ、まやちゃんじゃない？練乳好きやったら。練乳どう、これ。じゃ、練乳ポイントで。練乳ポイントどれぐらい？もう飽きてるじゃないですか。6ポイントで。6ポイント、まあええよな、別に。もう二度と練乳ポイントなんか出てけへんから。何ポイントあげようが。そう、6本食べたということで。なるほど。なるほど。練乳ポイント6ポイント差し上げて。おめでとうございます。ありがとうございます。ああ、面白いですね。これがあるとは思いませんでした、都内の練乳氷が。買ってみましょう。どこで買えるんだろう、ね、これにご飯ですよ、合いますかね。合います、これ合うでしょ、これ合うでしょ。合うか、合わないんですよ、さすがに。まあ、やってみないと分かんないですよ、ね、ちょっとかけてみる、ね、ちょっといきましょうか。じゃあここで1曲お願いします。さあ、それでは1曲参りましょう、はい、Foxes で Let Go For Tonight。 こじ夫人相談室。さあ、あれ、ちょっと、え、あっぱれランナー、ちょっと到着した。あー、あー、
到着です。コウさん、コウさん、コウさん本当に買ってきてくれたんですか。はい、出た。はい、あれそんなことあるんですか。そう、うわすげえ。すいません、いやお前謝れよ。すいません、こそ本当申し訳ない。走らしてよお前。そう、でもね、顔が多分ダメだと思う。神の一声。顔が多分ダメ。見てください。すごい。すごい。ちゃんとご飯。あ、ご飯熱い？温めてきましたよという。すごい。あ、すみません。アッパレランナーのコウさん、まさかの、この、ご飯ですよと佐藤のご飯言ったその通りにですね。すごい。買ってきていただきまして、しかも、まゆちゃんに関しては生まれて初めてのご飯ですよ。これちょっと言ってほしいですね、はい、すごい嬉しい。開けたい子、あ、大丈夫です。開けたい子って誰ですか。ちょっと待って、コジ夫人ちょっと待ってください、ね、あ、全然、うん、あ、どうぞ。開けたことあるこれ。え、キュン、キュンって、キュンって、キュン、開けれなくて、開けてみたいな時の瞬間。あ、まあね、アメリカの方なんか男性はもう全てそうだね。ご飯も、そういうのでキュンってするんだ。するする、開けられない時。リーダー開けてください。これ開けます。キュン、はい、開けました。あら、キュンキュンポイント、いただきます。腰もあんまり食べたことないの経験。あ、あります、あります。私お家にあります。あ、お家にある、はいはい、いや、あるよね大体。え、気になります、最初の反応。いただきます。人生初のご飯ですよ、はい、口に加えたんですよ。どうでしょう。うん、どう、おいしい。おいしいでしょ。岩のり的な。そうそうそう、あ、そう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 、うん、こ、なに、どう、なんで。いや、もう、なんかもうちょいなんかあると思ったけど。人類で初めて、例えば、はい、アワビとかウニ食べた人、はい、初めて食べるわけやろみたいなのあったと思う。でもまたニューヨーク育ちでしょ。美味しいでしょ。でも伝わった今。もう伝わった、うん、ご飯以外にもだから合うんですよもちろん。へー、いろんな食べ方があったり。チップスね。あ、お菓子もあるもんね。絶対美味しい。ちょっとつけてみたら。チップスにちょっとつけてみますね。しかもコウさんが買ってきてくれたんですよ。で、温めてくれてるんですよ。そうですよ。いや、びっくりしましたですよ。はい、ね、あのコウスさんが温めてきましたよって言って。本当にハリポッター、うん、あのグリフィンドールのあの小屋にいる。うん。これ、うん、どうしよう。チップス。美味しい。合う。合いますね。やっぱ合うんやね。すごい。何にでも合うんだ。うん、万能ですよ。美味しい。超中空いてたから本当美味しい。でこれに練乳のアイスはどう？それらなんですけど、コウさんにですね、私ご飯ですよと佐藤のご飯しか言ってないんですよ。コウさんもう飛び出していったから。コウさん申し訳ないです。ちょっと練乳。いやもうもう十分。もう食べて帰ってくると多分言っても。でも溶けてね。佐藤のご飯の色合いと練乳の色合いがちょっと似てるんですよね。めっちゃ似てる。ね、いやいいじゃないですか。食べたいんですよね練乳氷は。食べよう。俺も。なんですよ。行った方がいいですよ。はい。行った方がいいですよこれは。いいか。小島が大丈夫なのか。これはもうもったいないからね、みんなでこれシェアした方が。小島このルールがあってね、はい、時間外は食べないんですって。そうなんですよ。ね、どういうこと。じゃあなんで今箸割ったの。いや、この流れかなと思って。流れルール変えるよ。え、あ、そうなの。何時以降は食べないと決めてるよね。6時以降は。あ、6時から。6時以降って太りやすいですよね多分。仕事してたらそんなあっという間やけどな。いや、小島くんこれ、それはちょっと、それはちょっとやりすぎ。9時とか10時にしときなさい。普通9時だよ。え、大体9時。そうやね。でもなんか寝る時間によるみたいです。寝る、寝る何時間前まで。2時間前は。6時の8時ね。まだ収録中でしょ。え、じゃあ食べよう一口。一口ってまあそんなにね大口じゃなくても、まあ、味見だけぐらいだよ、うん、うん、今日ぐらい。美味しいですか。すごい言葉が出てないですね。普通に食べてる。小田和正です。あ、うまっ。言葉ね、この時間、これ、はい、いただきます。うまいっすよね。うまい。いや、これね、ほんで、みんなで今食うてるから、うん、お見事、ね。あ、ありがとう、小島ちゃん。僕もちょっと。はい。練乳いるの？いや、練乳いらないですよ、小島さん。もう、すいません。山の神みたいになってますよ。かわいい、優しい。小島さんならなんか、
ちょっと手を伸ばせばね、まあ、それも店届くみたいな感じに見える。ガイダラボッチみたいな、そういう扱いの。じゃあ、ゴジラでしょ、ゴジラ。今のやりは。すげえな、言うな。そういうこと。うわ、コズラ。美味しいですね。コズラ、音鳴るまで。コズラ。美味しい。さん、何年ぶりか食べますよ、僕。冗談抜きで、ご飯ですよ。んえ、だってそっか、つい最近みたいな感覚で喋って何年ぶりやったんですか。何年ぶりかに。お手製のやつですね。僕家で自分で作ったりしてたんで。あ、そうや、言うてたわ。だから売ってるやつ、市販のやつは、ここ何年か食べてないですね。5年ぶりぐらい。いや、ほんまにめちゃくちゃうまいですね。僕もですよ、だから。あ、意外と僕一人暮らしなんで、こういうの食べないじゃないですか。あえてね、わざわざ買って、うん、一人暮らしだから食べるんじゃない。いや、ご飯がないから。いや、佐藤のご飯買うたらもうこれだけで十分やもん。だからこれからそうしようと思って、うん。あと、あの手袋買うたらおにぎりにして、あのご飯ですよ、中入れて、あ、おにぎりにして持ってって。うんうん、で、なんで手袋がいんの。いや、わからん、あの、なんか汚れちゃう、汚れないように、うん。え、どんな手袋でもいいの。どんなんでもいい、軍手でもいいし、何でもいい。え、ある、ちなみにグッチとか手袋ある。ちなみに手袋あるよ。カシミヤの手袋のある、あの透明なやつの手袋。うんうんうん、ないよ。病院に。あ、ない、それ。うん。欲しい。どうなの今、欲しいの。それだけ。いや、でも、それあればな。え、それあれば、それ嬉しいよ。でも、そんなん、俺、だって無理や、今、ここやってるし。コウさん、ちょっと手。もう、行ってる。絶対、練乳バー買うてくる。コジラさんに。え、練乳バー売ってないよ、絶対。いや、わかる。練乳バー、あれかもしれない。いや、でも。これは。あったよ。ね、美味しい。な、ね、僕が見つけたよって言ってくる。コジラだから、どこでも何でも。いや、これは、ね、この味やと何合わせたくなる。ご飯以外、例えばチップスもあったけど、でもフライドポテトとかつける。そう、あ、ディップがある。うん、え、違かった、ごめんなさい。いや、いい、うん。あと、なんかチーズ、なんかこれ引いてチーズ溶かしてトーストに食べたい。あ、だから、トーストは合う。ほんまにトーストは合いますよね。うん、デーゲームかな、俺は。デーゲームにしてはダメです。あ、デーゲームね。絶対火が眩しいですから。目の下に。あ、そっちでびっくり。そうですね。あと、ちょっと、足したいとき、ルパン三世とか、ね、ゴルゴ13になりたいとか、眉毛とかもね、そうですね。くさくさなの、それは。夏だし。汗かいて。確かに。それはやめた方がいいです。塗るのは。うん、食べた方がいいです。うん、できれば。塗るのはなしです。食べた方がいいです。うん、ですか。はい。だから、パンもちろん。じゃあ、ちょっと考えようかな。パスタ。ちょっと黒目を大きくしたいときにこう、はい、面にこう入れて、うん、そのまま直行です、病院。名医者に。ん、ご飯ですよ、塗っちゃいました。塗っちゃいました。バカって言われて終わりです。うん、なんでそんなことしたのって言われて終わりですから。なるほど。パスタにあえたりとか。あー、美味しそう。あとは、野菜炒めの、塩コショウの調味料の代わりにご飯ですよ、ちょっと入れて、あ、で、ちょっと海苔風味のある野菜炒めを作ったりとか。なるほどね。料理するんですか。いやいや、ご飯ですよが万能なんですよ。あ、それ以外はあんまり。料理するんですよ。するんですよ、料理。すごいですよ。でも、ちょい足しですよ。目はダメですよ。目はダメ。目に塗っちゃダメですよ。道しるべはダメ？ダメですよ。あ、道しるべ。いやいや、こちらですっていう、その矢印の代わりにご飯ですよ、塗るんですよ。ですよね、そうです。うん、だから、何瓶いる？え？何瓶いる？まず、それ。100瓶ぐらい持っとかなかった、ね、道しるべ作るの。一瓶一個消えるからね、まず、あんなでっかい道しるべ。こちら切る。書き染めするのに墨忘れたっていう時に、はい、これ、無筆でこう。いるよね。ダメですよ。あ、いや、いるよねって。いや、いらないですよ。お正月って書きたいんですよ。うん、お正月って書いてもいいですけど。初日の出とか、ね。はい。虫来ますよ。その、貼ってもいいですけど、そこに。文字変わる？文字も全部変わります。虫が。アホって書きます。虫が。え、こち亀みたいになるの？他ありますか？ください。ないでしょ。使い道。うん。女の子だったらわかるやん、ちょい足し。料理に。そうですね。うん、これうまいなぁ。これ美味しい。これ持ってた方がいいよ、本当に。お家にあったら。いや、だからこれ持って帰るわ。いや、だからベストセラーっていうのいいよ。わかりますよね、やっぱ。そうですよね。ずっと残ってる商品って。愛されとるな、これ。違う、しかもなんか瓶のさ、このご飯ですね、色合いとかがさ、なんか古臭くて可愛い。これは。わざとそうしてるのかもね。そうそう、そのなんか、馴染みのいい感じ。買えないんでしょうね、この感じは。あ、そうですよね。いや、いいよ。江戸紫って言うんや。江戸紫ですね。ああ、人生初めてのご飯ですよ、ですよ。学園祭キングでしたよね、江戸紫。そうですね。一時期、まあ、江戸紫っていうコンビね。スーパーボールで、ね、はい、スーパーボールでね、やってましたね、ね、ショートコントで。ホリプロコムですかね。いましたね。いや、国産海苔 100% 使用してますから。だからすごいですね。じゃ結構いい。
だからお値段もそこまで、うん、だからその安っていうところまでいかないんじゃないですかね。これっていくらなんでしょう、このご飯ですよって。100円とかじゃないでしょ、だって。いや、そんなわけないでしょ。当時はそれぐらいだったんちゃう？100均とかに売ってるやつはまた別であるんだよ。また違う感じでね、ありますよね。俺が大きくなったの、瓶が小ぶりになったの。いや、これは中瓶です。これは小瓶。あの、これ中瓶です。井上さん持ってるのが小瓶。あ、本当サイズちゃうわ。小瓶って書いてる。うん。小瓶中瓶で。いとこか。高三もね。絶対手にさ、手に持つまで。あ、本当だ。納得せえへん。あ、本当だ。小瓶だ。小瓶じゃないよ、小瓶だよ。いや、まあ、小瓶、小瓶、小瓶でええやん。小瓶って言うんですよね、大体。小瓶だよ、小瓶。だって、小島子ちゃんだって家に常備あるんだって。あります。すごい。じゃあなんでここで一口食べたの？あるでしょ。固まった。ごめんなさい、ごめんなさい。なんで怒んの？違う違う。もう萎縮してるか。なかったのかなと思って。あるんだ。あります、あります。またゲストの時羽伸ばすで、それ。普段食べるの？お家で。たま、あん、はい、朝ごはんとか？そうですね。まあ、いや、これ食べてて、コジ夫人のコーナー終わっちゃいましたよ、もう。あ、そうですね。というわけでございまして、以上、コジ夫人のコーナーでございました。次長課長井上です。1179MBS ラジオから、あっぱれ、やってまーす。あっぱれリサーチダウトを探せ。さあ、このコーナーはパーソナリティ同士の知られざる情報を探っていくコーナーでございます。テーマに沿って皆さんからのエピソードを順番に語っていただきたいと思いますが、一人だけ嘘のエピソードを語ってもらいます、うん、皆さんは全員のエピソードを聞き終わった後に誰がダウトか全員で一人予想してください。嘘がバレた場合はお仕置きとして番組の最後に大爆笑の一言をよろしくお願いいたします、はいはい、これ最近ハマってましたよ、もう、ええ、ダウト、やだやだ、ちょっと当てたい、ちょっと引く前にちょっと一回考えていいですか。どうしました、まだまだお題出てないですか。そうです、うん、あ、ごめん何を考えたの。いや、まだいいから、引く前だから。まず大丈夫よ。まずは引こう。あ、じゃあ、まずお題引こう。お題から、うん、テンパってるんですか。みんな焦ってるんだ。何をそんなに焦るんですか。ごめんなさい、なんか変なこと言う。いや、これ結構緊張すんだよ、これ。じゃあ、テーマ参りましょう。テーマこちら。私の経験した怖い話。怖い話。あー、ちょうど8月入りましたしね。あるある。私の経験した怖い話。これどうします、言う順番とか決めます、もう決めてから喋った方が。あ、でもそっちの方がいいですね。どうする、じゃあ、じゃんけんにしません、じゃんけんに。勝った人です。うん。勝った人が一番最初に言う。リーダートップで。あ、いや、でもこの場リーダーいつもかわいそう、トップで。え、いや、大丈夫よ。まだだって引いてないもん、嘘か本とかを。まあね。みんなからリーダーお願いしますって言ってないじゃん。いつも聞いたらすぐリーダーが、あの、そうそうそう、僕ねって喋り出すから、多分リーダーはやりやすいのかもしれない、トップの。そう。だからリーダーからこう、基本で、こっちか。まやちゃんが行きたい。でも嘘か本とか引くかわかるから、さっき聞く、はい、いやいや、まだ引きません。うん。なんでやねん、普通引いた方が。今、二択を考えてるんです。意味わかる？嘘も本当も今用意してるんです。みんなそうですよ。みんなそう。だってそれ引いてないから用意しとかなくて。違う、だからその用意がまだできてないから、あ、できてないからか、そうそう、ちょっと待ってっていう。あ、今度は最後にするか？テーマ的に、これ今パッと出てき、あの、嘘かほんまか、両方今出す時間欲しいっていう、ね。そうです、そうです。だから僕いつも先に言ってんのよ。なるほど。うん、じゃあ私最後に。なるほど。だから早いってことよ、リーダー。じゃあ私最後に。行きますね、とりあえず。とりあえず引かへん。引こう。はい、わかりました。引いた方がいい。くじ引っこいやん。で、まやちゃん最後でいいよ。うん、はい。まやちゃん最後に喋んない。はい。うん。どっちか。引くのは早いんだね。そうやね、いつも引くの早い。そうやね。手に取りたいね。行こう。小島がいいよ、先引いて。いいですか？いいよ。俺余ったのでいいわ。お。さあ、皆さん聞きましたでしょうか。うん、じゃあ、ちょっと一斉に見つからないようにちょっと見ていただいて。はい、せーの、確認したでしょうか、はい、見ました、はい、さあ、この中に一人だけ嘘を言う人がおるんやろうけど、これでもこういう怖い話ってすると、はい、寄ってくるとか言いますか、ね、あ、今ゾッとした、ね、まあ、この怖い話、リーダーの言うその怖い話、お化けの話だったりとか、そういう怖い話も怖い話の一つですが、例えば全然幽霊関係でない怖い話、怖いねっていう話もあるやろうし、その普段味わえないことを味わった怖さっていうのもあるやん、うん、っていうのもあるし、僕はあのがうちジャニーズの寮があって、はい、原宿に、はい、あの合宿所って寮があったんですよ、昔ありましたよね、やめてそれ
違う、照明が暗くなった。雰囲気を作るんですよ、照明ですよ、そうやって。で、そこには、東山さんとか。そう、とか、劇団ジャニーズいらっしゃったんですけど、ね、みんなもう一人暮らしいなくなって、はい、最後いたのは僕と山口、うちのメンバー山口と、スマップの中江ちゃんと、稲垣くん。はい、ほうほうほう、この4人がいたんですよ。すごいメンバーですけど、当時それが怖い。その当時はその4人だったんですね。で、あのもう中井ちゃんとか五郎ちゃんとかは帰ってくる時間がもうまちまちやったり、ドラマとかやってるから何時帰ってくるか分からんけど、はい、僕と山口は僕の部屋で寝てたんですよ、ベッド2つあって、はい、で怖い話こういうことしてて、でまあちょっととりあえず寝ようかって言って寝たんですね、はいはい、行ったら部屋真っ暗にしてたんですけど、ダイニングの横が僕の部屋だったんですよ、当時。はいはいはい、だから誰か帰ってきたのか、カチャってドア開けたんですね。はい、で、ドア開けてシルエットが見えてると、誰かの。うん、逆光でね、はい。ダイニングは光、明かりついてるんで。あ、影だけが。僕の部屋は真っ暗なんですよ。でもなんでそれで目覚めたかっていうと、ドアに僕フォークギターを置いてたんですよ、立てかけてて、壁に。そのドアにギターがパーンと当たって、ボローンってなったんですね。それでパッと目覚めて、ああ五郎ちゃんか中井帰ってきたんかなと思ったら、でもうーんと思ってこう ぼやけた目でこう見てたら、あ寝てるんやなと思ったんでしょうね、その方は。はいはい、スッと閉めるときに失礼しましたって言って閉めたんですよ。で、はい、あまあ五郎ちゃんや、多分そういう真面目な言い方するのはと思って、はいはい、稲垣五郎くんやと。はい、でまた寝たら、次山口が、隣のベッドに寝てた山口が、うわーって言って飛び起きたんですよ。どないしたんつって、ずーっと誰かが乗ってた、金縛りやってって、こーっつって、ちょっと部屋出ようよって言ったら、リビングに五郎ちゃんがギター弾いて、エレキギター自分の好きで弾いてはったんですけど、あーってどうしたの上司なんか、ね、いやなんか金縛りやってた言うて、山口はねって、あそういえば五郎ちゃんささっき僕の部屋来たよね、来てないよって、えさっき今着いた、今帰ってきたとこ、僕の部屋開けたやん、開けてないよって、じゃあ誰やったんやって、いやもう悲しばりで、これをジャニーさんに言ったんですよ。ジャニーさんに、うわっびっくりした、びっくりした、雪が降ってきたから、牛乳買ってきたよ。違うやん、違うやん、いや違うやん、違うやん、ちょお前、まあ、ちゃんと言うた、練乳アイスやんか、練乳買ってきたやん、ちょ、まあ、ちゃんと言うた、見せたこれ、練乳アイスじゃなくて練乳こぼしてましたやん、ちゃんと練乳バーって言ったのに練乳ミルク、いやもうガチガチの練乳ミルクやん。え、その人は最後これを言ったんじゃないの？違う違う違う。いや、まあ、そういうなんか不思議な話があったっていうお話でございます。不思議ちゃいますよ。いや、めっちゃ怖いですやん。結局それ、答え分からずです。答えは、ジャニーさん言ったら、そんなの幽霊だといいけど、泥棒とかだったらどうするのって、戸締まりちゃんとしたのしてたのって怒られたっていう話。そっちで怒られた。だから、いや、僕もそうなんですよ。本当に危ないですよ。いや、だから危ないっていう、だからどっちか今でも分からないんですけど。お化けの方がまだ。まだね。そう。それがもし本当に。だから、不審者で。人間やったとしたらもっと怖くないですか？怖いっす。だから今それをもっと怖かった。だからそれが怖がいいな思っていう話でした。もうなんか感情がいろいろおかしい今。今練乳がね飛んできたし、ね。もう怖かったのに。どのタイミングで入れてんすか、ガシャッて言えば。お前が行かしたんやろ。練乳買ってきたよって言ってて。さんがドアルダイハンバーグの方でじゃないですよね。大きくなるよじゃないですよね、はい、あの方。ですよね、声が。いや。そう、次行きましょうか。まいちゃん最後でしょ。好きなんでしょ。私。お題がもう一回私の経験者怖い話ね。はい、怖い話。今みたいにその幽霊がどんどんじゃん。どうします。でも私も幽霊系です。はい、だ行きましょうか。行きますね。はい。はい、私はじゃあもうこの順こう回りますか。はい、じゃあもうほんなら。部活をやってたんですよ。中学校3年間テニス部やってて、はい、ですごい結構厳しい、はい、なんだろう、コーチの先生がいて、最後都大会とかまで行くほど結構しっかりやってたんですよ。で、部活帰りが毎回夏とかも6時とか7時とかまでやってて、うん、で、その帰り道は最後、友達と帰って、友達どんどん家帰って、最後の道は一人だったんですよ。で、学校の裏を通る道があったんですけど、
それは小学校の裏だったんですけど、なんかやっぱ気味悪いじゃないですか、街灯も少ないし人もいないし、やだな怖いなと思って歩いてたら、なんかすごい人いないんですけど、全然いないんですけど、なんか一人じゃない気がするんですよ。 あるじゃないですか、なんかたまに、うん、あーなんかやだなと思って、一人だしと思って歩いてたら、パッと走ってって声が聞こえたんですよ、うんうん、女の子だろうなって結構高めの声が聞こえて、って思った瞬間ゾワゾワゾワってなって、うん、うわ怖い、もうなんかもう、うんうん、なんだろう、あ怖いなと思ってたけど、やばいっていう感覚になって、ダッシュして家に走って、うん、もうはい、未だにわからない、わからないです。でもそれママに言ったら、それはなんか、うん、あのご先祖様とか、うん、そっちの方の人だったんじゃないっていうのを聞いて、うんうんうん、ちょっとあそうかもしれないけど、守ってくれた、守ってくれた安心感っていうのはありました、うん、でも怖い、走ってって何だったんでしょうか、ね、怖かったです、なんかあったのかもしれないですね、走らなきゃなんか危ない目に遭ったのか、怖かった、うんうん、さて道を変えました、その日から、結果オーライだったかもね、はい、うん、僕のって多分本当に怖いんで、あい私いいですじゃあどうします、僕聞きたい、でもいや、あの冗談なしで怖いと思うんで、多分、うん、僕最後のがええかなと思うんですけど、うん、いやでもちょっとあんまりまだ、あミスクレーマーが、ミスクレーマーが大鳥を飾りたいと、いやいや飾りたくはないです、なのでじゃあ 先行ってください、で私行っていきます、あじゃあもう大丈夫だったってことですか、うん、大丈夫になったってことですか、もう二択ができたってことですね、二択はできたってことですか、はい、あじゃあできたんなら、できたんなら、じゃあ言います、私がいいですか、最後、はい、4番、小学校の、はい、3年ぐらいですね、離婚して親が離婚して、うん、ですぐ、母親の方の、岡山の方に、僕愛知なんですよ、もともとが名古屋で、で離婚してお姉と3人で岡山の方に、津山市の方に戻るんですけど、うん、その年の夏に平屋なんですよ、まあ言ったらまあ変な話も、ゴキブリホイホイみたいな感じやと思ってください、うん、平屋のもうボロいところですわ、うん、でそこに住んでる時に暑いんでもう窓開けて、で、まあ、ちょっと網戸の状態でみんなで寝てたら、うん、急にカリ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 ってしたんですよ、音が聞こえて、はい、網戸の、はい、網戸のカリ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 って、でうちのお姉が猫飼うてたんですね、で猫飼うてて、猫まあ昔ですよ30年ぐらい前の話ですから、うん、猫放し飼いなんですわ、ほんでもう勝手にもう入ってきてみたいな、うん、中で室内で飼うっていうのは最近の話で、ほとんどみんな結構こう出て、まあね、で近所のおばちゃんとかもう餌あげてくれたりとかしてたんですけど、うん、猫やと思ってでもほっとったんですよ、そしたらそのカリカリがガリ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 ってなって、うん、とても猫が飼いてるような音に聞こえるようになってきたんですよ、でおかんに、俺横にいるおかんに、なんか 音するよって、変な音するけど、もう猫やからほっとけって言ってたら、おいおいって聞こえたんですよ、えおな、まあ恐怖からなのか何なのか、俺はおいおいっておっさんの声聞いたんです、はあ、で僕お姉もおかんも女で、男俺だけで、はい、俺小学生、男の人いないのに、おいおいってだんだん大きくなってきて、おかん、おおいって言ってる、絶対絶対おいって言ってる、でおかんがだんだんおいって聞こえたのか、目開けるな、あかん目開けるな、ほっとけ、はあ、ほっとけ、ほんだお姉がそれに気づいて、おいって何よって急にうわっと返したの怖いなそれは、ふわっと返したので、お姉が急いで電気つけたら、170ぐらいのおじさんがずっとこうやって持って包丁持って待ってたんです、おいおいと、イエーとなってギヤーなってブワーッと逃げて、はい、急いで警察電話して、ブワーッといます、変な人います、わかりました、すぐ行きますってバーって、近所中がもうそうなってて、実はもうそこ結構不審者がほんまに出てて、あそれで、ね、はい、で事件になりそうやったんです、で僕らはそれに気づいてほんまにやらんかったら、僕らもしかしたらカッと刺されてたかもしれない、その後その人ご用になったんです、まあ、バッと捕まったんですけど、もう今までの一番の恐怖、それ一番怖いですね、まあ、それ超えるもんはないやろな、街灯がもう、まあ、昔ですから、はい、もうそんなないんですよ、だから薄暗い中に包丁だけがキャッて、ね、変な光です、ほんまにおったっていう、俺お化けだった方がさっきのあれじゃないですか、うん、本当におるパターンのかよ、怖いですね、
それから僕すぐ引っ越したんです。僕らはもうその日だよ。はい。わあ、無事でよかったですね。だから親父がいないとやっぱりなんかやっぱね怖いというか守ってる人がいないと。それからですかね、おかんがパーマかけ出したん。シルエットだけちょっとだ、ね、しようかな。でよくね、やけどしてましたよね。そうですね、うん、短いのに当てるから、ね、短いのにコテ当てるんで、この辺いつもガーゼしてたんで。どうします、僕言っていいですか。いやいや、あのこっちが先の、いいんでしょ。私、はい、はい、え、いや、あなたがいつも全然できてないから。いや、じゃあ僕行きましょうか。どうしますか。え、どっちでもいいです。あ、じゃあもうちょっと暗くしてもらっていいですか。全然もうちょっと暗くて大丈夫です。うわ、やば。あのね、はい、あの僕昔大阪の西成っていうところに住んでたんですけど、これもなんていうんですか、僕が実体験で実際にあの起こったことの中で一番もう忘れられないんですけど、はい、あの西成に住んでて夕方なんですよ、はい、夕方その外歩いてたら道沿いにあの軍手がポツンと落ちてたんですよ、うん、で、まあ、軍手はよくあることなんですよ、よく落ちてるんですけど、普段からで、まあ、あ、また落ちてるわと思って、まあ、ちょっと足でコーンって蹴ったりして道の端に寄せようと思って、はい、コーンって蹴って、あ、寄った寄ったと思ってまた歩いてたら、ちょっと10メートルぐらい先にズボンが落ちてたんですよ。ズボン、はい、はい、ズボンです、はい、作業着のズボン、はい、で、え、何これと思って、誰かおるんかなと思って誰もいないんですけど、そこからまた歩いていくと今度靴下が落ちてた。靴下、はい、はい、脱いだ靴下、片っぽだけです。で靴下の先に、ごめんなさいね、うんこが落ちてたんですよ。はい、うんこが、はい、でその5メートル先に、はい、パンツが落ちてたんですよ。で気づいたんですけど、これどんな順序やねんと。もうそれ考えたらめちゃめちゃ怖かって走って逃げましたね。いやじゃないよ、もう。高山、ほら、え、あんな声高いの。ちょっとやめてよ。それは怖いですね。なんだよ。いや、本当西成って本当にミステリアスな、ミステリアスゾーンですね。うん、ミステリーゾーンですね。すげえな、順番どうなってんのやろ。じゃあ、まいちゃんは。じゃあ来ました。します。そうですね。あ、すいません、ちょっとすいません。うん、随分と落としていただいて。そんな怖くないよ。いや、本当僕の怖かったな。経験者怖い話よ。はいはいはい。うん、怖くない話じゃなくて。怖いです、怖いです。うんうん、でも私短いです。私、犬と猫を飼ってるんですけど、うん、なんか家に、なんか普通にそういう怖いテレビを見てた時に、マミーと怖いね、みたいな話してて、で、じゃあ寝よっか、みたいな感じで普通にテレビ消して、で、なんか、普通に二人で喋ってたら、なんか犬と猫がパッて止まるんですよ。で、二人とも同じ方向を見てて、もう何も動きもせずに、何もなんか、ワンワンとかも何もなしに、ずっと一定の方向を見て、で、そこ見たら、何もないんですよ。だから怖いなっていう。え？あ、でもなんか、何か見えてるのかなっていう。まあまあまあ、あるある。でもあるある。ある。そう、聞く、確かに。あの、こいつありますよ、それ。あの、やっぱ犬って。おー、マイガー、やめてください。あと、ちっちゃい子供。あー、見えます、うん、犬とちっちゃい子供って、本当に、うん、まあ、見えるというか、まあ、そういう状況かなんかわかんないんですけど、でも、うん、見るん、だからなんかいたんちゃう、その時ね。でも、犬と猫は2人とも、同じ、全く同じとこ、パッ、みたいな。何よ、こいつの家、家族がさ、本当にマジで同じ方向みたいな、息子と犬同じ方向ずっと行って見てるのが深夜ですよ。深夜、はい、でも僕の横が墓なんですよ。なんでそんな家に住んでんの。いや、安かったから、はぐれ刑事純情派みたいな、あの、あの家、ああいうセットだったんですよ。ドラマみたいなセット、セットみたいな、あの、家だったんですよ。横が、左が線路で、わ、逆側は墓なんですよ。で、息子さんとワンちゃんが。が、リビングで、墓の方向が後ろなのに、急に二人とも振り返ってずっとこうやって見てるんですよ。すっと同じ方向。絶対見えてるとしか思わない。え、それ、タロキシですか犬は。いや、違います。それは、だいぶん立てからです。
さあちょっとこれ時間もないということなんで嘘と思う人決めませんか。はい、あちょっと質問していいですか。はいはい、どうぞ。みんなの話忘れちゃった。何の質問があんねん。小島子ちゃんはあれ、あ部活何部ですか。テニス部です。テニス部やいう話はしたい。ソフトテニス言いましたから。ちょっとね、あのこの間の横取り方式で嘘だったっていう小島子がいるので、リーダーからまたすぐ取った。そして僕は小島子やと思うんですよ、あんまりね中の中身あんまなかった。スーッと帰ってすぐ言えっていう、そうそうそう、あんま詳しいことを言わない。僕は小島子ちゃんかな。なんかやっぱり怪しいなと思って。すぐ取るとこは必ず小島子ありですからね。じゃあ行きましょう。じゃあ真由子も小島子ちゃんね。井上さんはどうですか。俺っぽいけどな。自分で自白するパターン。じゃあ今日は小島子でいきましょう。行きますか。はい。わかりました。ね。はい、それでは参りましょうか。小島子さんだとみんなは言いましたが、うん、さあ小島子さん、小島子さん、あ誰なんでしょうかということで、曲の後、曲の後参りますか。はい、はい、じゃあ曲の後参りましょう。アッパレリサーチダウトを探せでした。ではここで1曲お聴きください。8月27日リリースの AKB48 の新曲です。心のプラカード。 AKB48 の小島真子です。 1179NBS ラジオからアッパレやってます。さあということで、とまこちゃんが、そうです、嘘つきかということなんですが、嘘つきよばい、行きましょうか。はい、さあお願いします。ちょっと待ってくださいね。まこちゃんは本当なのか嘘なのかどっちなんでしょうか。どっちなんだい。拍手をください。行きますよ。はい、はい、せーの、じゃーん、本当です。ちょっと持っとけよ。ちょっとどっか行っちゃった。本当ですよ。なんで神なくすねん。いや俺ね、俺は小島子じゃないと思ってたんだ。誰だと思いますか。僕は河本かなと思った。私も河本さんだと思いました。なんだよ、なんかそんな重大なことはもっと言ってそうな気がする。ああなるほどなるほどなるほど。それもっと先に言ってよ。河本さんだね。ああじゃあ、じゃあ僕行きますか。はい、私は嘘。河本さんやってんよ。いやぶっちすげえ顔してるやん。あれすいません、めっちゃ怖がってたからね。だっておかしいじゃないですか、ね、カリカリしてたのカブトムシでございます。そこまでは信じて。いやだから私もそう思った。カリカリしてたのカブトムシだったんですね。実はカブト拾えたんですよ。ああよかった、ね、ゴキブリホイホイって最初に言ったから、それゴキブリの音じゃないと思った。いやいや、あねえ本当に、はい、今日大玉子ありがとうございました。いえいえ、どうもございません。もうあの頑張ってください。我々のメッセージだけではなく、はい、あの皆さんリスナーの皆さんからのメッセージを募集いたしました。この大玉子にね、でその大玉子はホームページでご覧になることができますので、はい、ぜひ皆さ ん送ってください。終わる前に、はい、ご飯ですように練乳を かけて、はい、せっかく買ってきていただいたんで、はい、僕だけが、はい、ちょっとね、試せみたいな言われて、曲の間に、はい、食べたんですよ。食べましたね。ご飯ですよね。練乳かけて、ご飯と一緒に食べたんですけど、むっちゃマイルドになって食べやすかったです。ありがとうございます。あの、コーンさん報われますか、ね、はい、まさか、はい。買ってきたよって言ってきましたね。大きくなれよって。はい、ということで、今夜は、そうそう、お時間でございます。はい、お相手は、城島茂と、城島茂と、井上と、河北麻友子と、小島真子でした。それでは、また来週。さよなら。バイバイ。